ランキングダイナマイト。空から降ってきた奇妙なもの5選。5、ゴルフボール。1969年9月1日、フロリダのプンタゴルダという町で、空からたくさんのゴルフボールが降ってきた。その日、市街地はとても静かだったのだが、近くでは竜巻が発生していたという。この竜巻が、ゴルフ場の池から水とともにゴルフボールを巻き込んで上空まで飛ばし、市街地まで運ばれたのであった。4、牛。2007年11月、アメリカ・ワシントン州の高速道路をチャールズさん夫妻を乗せた車が走っていた。そうすると、いきなり上空から牛が降ってきて、チャールズさんの車のボンネットに直撃した。さすがに空の上から降ってきたのではなく、高速道路の脇の崖の上から降ってきたようだった。その後の調べで、近くの精肉工場を脱走した牛が勢い余って崖から落っこちたことが分かった。幸いボンネットに落ちたので、チャールズさん夫妻は軽傷で済んだそうだ。3、血の雨。血の雨を降らせてやる。漫画やアニメの中でしか聞かないセリフだが、現実に起きたことがある。2008年、コロンビアの小さな町で血のような真っ赤な雨が降ってくるという恐ろしい現象が起きた。さらにこの雨の成分を細菌学者が調べたところ、本当に血と同様の成分だったということが分かった。この現象は科学的に解決していないが、地元の牧師によれば人々が悪行を重ねていることが原因だという。それが本当かどうかはわからないが、町の人々はそれを信じ、善行を行うように心がけるようになったそうだ。2、魚の雨。2004年、オーストラリアの小さな町で突如雨ではないものが降り注いだ。それは魚だ。しかもこの町は砂漠地帯にある町だったため、非常に不気味がられた。原因については、ウォータースパウトという水上竜巻によるものというのが有力とされている。ウォータースパウトは海で発生する竜巻で、海の水を空まで巻き上げる。この現象に巻き込まれた魚が空まで上り、気流に運ばれたのだと考えられている。1、鳥。鳥は空を飛ぶもので、空から落ちてくるものではない。これは当然のことだと思う。しかし、カリフォルニア州のサンルイス・オビスポという町で、鳩など多くの鳥が死んで空から降ってきた。最初は清掃員が鳩の大量の死体を見つけたのだが、住民たちは空から鳥たちが落下してくるのを目撃したという。調べたところ、500匹ほどの鳥たちが毒物を食べたことによって死んだことが分かった。犯人はすぐには分からなかったが、後にこの町にある大学が鳥の数をコントロールするために毒入りの餌を撒いたということが判明した。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。